こんばんは、イルノミキッチンです。今回は大人のなめたけ豆腐を紹介します。なめたけって意外と簡単に作れちゃうんですよ。おつまみになるようピリ辛に仕上げました。では早速どうぞ。はい、じゃあ始めます。まずえのきを袋ごと切っていきます。こうするとね、切りやすいです。で、縦と横にそれぞれ切っていって3等分します。こうしてあげると結構ばらけやすくなります。で、続いて生姜です。千切りにしていきましょう。で、油を敷かずにフライパンを温めてえのきを加えます。テフロンのフライパンでやってください。で、砂糖を一つまみ、続いてみりん大さじ2です。お酒同じく大さじ2、醤油です同じく大さじ2杯加えてください。同量ですね、全部。で、続いてお酢小さじ1です。で、ここで生姜を加えてざーっと炒めていきます。えのきの根元の部分をばらけさせるように炒めていってください。で、ここで鷹の爪です。1本種ごと輪切りにして加えていきます。唐辛子加えたらさーっと混ぜ合わせていきましょう。で、白だし小さじ2です。ささっと炒めていきます。汁気がなくなるまで炒めていってください。こんな感じで大体 OK。 はい、じゃあ火を止めましょう。火を止めたら、柚子七味、これを適量加えていきます。この香りがいいんですよね。で、タッパーに移します。全部タッパーによそってください。こんな感じです。で、冷蔵庫に冷やしましょう。はい、冷蔵庫から冷やしたのを出したら豆腐を切っていきます。お皿に豆腐を持ってちょっと形を整えましょう。そしたらなめたけをのっけていきます。だいたいこれで、なめたけ、そうだな、4回分くらい作れると思います。結構たっぷりのっけて大丈夫です。で、最後仕上げに彩りのパセリを振りましょう。やっぱね、ちょっと緑のものが入ると綺麗ですよね。はい、大人のなめたけ豆腐の完成です。どうでしょうかね。これピリ辛で結構うまいですよ。ぜひやってみてください。ではどうぞ。せーの、いただきます。やばいやばい、ゾクゾクしてきたやばい、フジロック行きたくてゾクゾクしてきた。これソニーのフジロックでもらってなんですよ、とりあえず乾杯。はい、時はてー05秒レモンサワー、レモンサワーのキンキンでーす。はい、05秒レモンサワーでもらったんですよ、かっこ自慢。05秒レモンサワーでもらったんですよ、かっこ自慢。はい、チンチン、みんなももらいましょう。ね、3回行けばもらえるからね。うん。うん。あ、うま。あれ、なめこがある。お。お、なめこがある。なめこじゃねえだろ。なめこ。
なめこじゃない、なめたけです。なめたけか、なめたけいただきます。はい、飲ませてひどいな今日も、ね、昼から飲んでるんでパッて、はい、今日はこんな感じです。見えますか。美味しそうですね。うん、はい、なめたけ作ったんですか。そうだよ、大人のなめたけ豆腐。あ、お、かなり大人の味がする。うん、え、ちょっと待って、生姜が、生姜の味する。うん、生姜、うん、生姜がっつり効かしてる。めちゃめちゃ美味しい。なんかこうニンニクかなと思わせておいて、生姜っていうフィーント、うん、ニンニク来るなと思ったうん、うまいね。これは美味しいぞ。これはハイボールだね。ハイボールだね。結構辛くしてる。ここにベロレモンサワーと書いてありますよ。中身はハイボール。あ、間違えた。ごめん。金宮だった。おう、レモンサワーじゃん。レモンサワーだった。間違いなかった。うまっ。うまいね。天才が作った料理じゃない。やった。真面目に美味しいよ。でしょ。しかもさ、お豆腐ちゃんと冷たいね。うん、なんか冷やしてくれてるのかなと思った。これはね、冷たい前菜。計算したの、うん、まあ、豆腐はもともと冷蔵庫に入れてくれたの。もともと豆腐は冷蔵庫に入ってるものだし、なめたけはちゃんと冷やしてる。これ作るときはぜひお豆腐冷たい状態にしてください。なめたけもね、なんか今冷たいからすごく美味しいなってなってるの私。うん、このちょっと冷たいところがすっごい美味しい。こっち酒が止まらない今日も。はい、これを、うん、美味しい。これ多分白ご飯にのっけても美味しいじゃん。あ、なめたけでしょ、もちろんうまいよ、うん、大人向けの味付けだから子供にはちょっと辛いかな。お子様には辛みを抜く、うん、辛み抜いてくれれば一味唐辛子とか入れなくても、これはもう酒のおつまみとしての注意してあるから、うんうん、単純に今のレシピから辛みさえ抜けば子供も食べられると思う。やばい、ゾクゾクしてきたいいな、ゾクゾクしてきた。じゃあ今回この辺で、せーの、ごちそうさまでした。まで最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の料理の PFC バランスとカロリーはご覧の通りです。もし今回の動画が役に立ったな、美味しそうだなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。